今日3月11日は FM 岡崎防災について考えております。ゲストをお招きしました。三ヶ根通信ボランティアで蒲郡線応援団でもあります鈴木和夫さんです。こんにちは。こんにちは。鈴木さんはお年伺っていいですか？ あんまり聞かれたくないんですけどもどうぞ聞かれれば答えます。おいくつでしょうか？80歳になります。全然見えませんね。ありがとうございます。お若いですね。まあ見かけだけはね。いやいや、そんなことはないと思いますが、今日は西尾市西波津町からお越しいただきました。なぜ鈴木さんに お越しいただいたかというと、三ヶ根通信ボランティアとしてアマチュア無線が人の命を救うということで活動されてるんですよね。そうですね。まずこの三ヶ根通信ボランティアはどんな団体なのか教えていただけますか？三ヶ根通信ボランティアといいますのは、アマチュア無線をやっている地元の有志の人たちの集まりです。アマチュア無線自体は公共の電波を使いますもので、社会に奉仕しなければいけないといったような、まあ、アマチュアコードがあるんですけれども、それにのっとって何か役に立つようなことが あればやりなさいということで、この非常通信、何かあった時には連絡で、いろんなネットワークを使ってその地の災害の様子や被害の様子をあちこちに伝えて、救援を待つとか救援に出かけるとか、そういったようなことをやるというのが、まあ、そういうその通信ボランティアなんですけれども、まあ、全部が全部やっているわけじゃありませんが、有志の人たちでそれをやっております。アマチュア無線というのはどういうものなのか簡単に説明していただけますか？はい、これはもう世界中に広がっている、まあ、贅沢な趣味といえば趣味です。電波のそのものは初めはもうアマチュア無線から始まったと言われるくらいでありますので古いんですけれども、全地球的に広がっています。いろんな国といろんな人といろんな言葉で、話をし合うといったようなのが、まあ根拠にあるでしょうかね。無線で話をするってことですね。そうですね。普通は、まあ、英語を使いますけれども、まあ、難しい場合にはいわゆる 人々はそのトンツーなんて言いますけれども、トンツー、トンツー、はい、はい、あれ言うとよくわかるんですが、無線電信ですね、そんなのを使ったりして世界中と、まあ、交信をしたりする、そういう趣味ですね。アマチュア無線歴どれぐらいですか？私は今年で55年になります。うわ、55年前どういうきっかけで始められたんですか？まあね、いわゆるラジオ少年だったもんですから、いろんなものを作ったりなんかしてハンダ付けをしたりして、鉱石ラジオなんていうのがあって、で電波がこれで聞こえるんだっていうので、そこからまあ入っていったんでしょうかね。でだんだん大きくなって、国家試験などがあって、それを受けて始めました。じゃあご自宅には無線機が置いてあるんですね。そうなんですよ、本当に困ってしまういやいや、このスタジオもワクワクするとおっしゃってましたもんね、はい、いろんな機材がありますよね、はい、でまだ実際にはこの三ヶ根通信ボランティアとして、そういうなんか災害時に人の命を救うということはまだありがたいことに実際はなさってないんですが、何かあった時にこれから活動しようということなんですね。そうなんです。本当はね、役に立たないのが一番ラッキーなんですけれども。そうですね、災害がないということですもんね、はい、でも何かあった時にすぐ役に立てなければいけないというので、訓練は大事だということで、それをしております。実際にどうやってやられるんですか？実際に災害が起きた時にはこの周波数を使おうとか、それからまずこういうことを伝え合おうとか、どこへ行って、無線局を置こうとか、そういったようなことですね。ああ、そういった有志は何人ぐらいいらっしゃるんですか？三ヶ根通信ボランティアの中では今10人かな。はい、まあボランティアだもんですから、出入り自由で、辞める人も入る人もありますけれども、今のところ10人くらい
10人ぐらいで定期的に更新をして、こういうふうにやろうってやってらっしゃるんですか？はい、そういう時もありますし、みんな集まっていろいろ訓練をしたり、行政の訓練に参加をしたりといったようなことですね。そうなんですか。鈴木さんご自身は三河地震の体験をされてるそうですね。そうなんですね。もう最初に80歳だってバレてしまいましたけれども、すいません、私が伺いました。三河地震は1945年の1月で、私はその頃は10歳だったもんですから子供だったんですけれども、でも物覚えまだ記憶にありますよね。もう鮮明に覚えております。うわ、いかがでした？一言で言って恐ろしいということですね。もう真夜中、冬の真夜中でしたから、家は飛び出したものの、家はもうゆさゆさ揺れるし、軒先あたりに電光が走るし、あたりは一面ゴーゴーと地鳴りはするし、風は吹きつけるし、恐ろしいという気持ちが、その時の10歳の子供に、焼き付いた記憶です。へえ、そういう怖い体験をなさった鈴木さんですが、今は何か備えは知ってらっしゃいますか？あ、自分ではやっております。どんなことをされてるんですか？まあ、大きな備えは行政でやっておりますので、個人的にはまず一番大事なのは電気だと思いまして、これはまあアマチュア無線やってるからかもしれませんが、電気がないと何でも動きませんので、自家発電機を置きまして、それを常時運転できるような状態にして、おります。自家発電機をご自身で置いてらっしゃるんですか？そうです。へえ、そしたらお家の中の電化製品はそれで動くんですか？まあ、全部ではありませんが、必要なものだけは動くようにしてあります。どうしてその発電機を置こうと思われたんですか？どうしてって言いますか、まあ、今ね、そのこのスタジオだって停電すればどうしようもないでしょ。自家発電機あります？これはもう、あ、そうです、大丈夫ですね。さすがにね、さすがに放送局ですもんね、はいはい。で、電気がないと一切のことができない。それこそそのインターネットも見えない、テレビも見えない、ラジオだけは乾電池で動きますけれども、そういうことで電気をまず確保しなければいけないというのがありまして、はい、それで自家発電機を。どれぐらい前から置いてらっしゃるんですか？それはもう随分になりますよ。発電機古いんです。20年くらいになるかな。でもまだ動きますよ、ちゃんと。20年前にそういう備えをしようってよく思われましたね。だってね、怖かったんですよ、地震は。本当に怖いんです。やっぱり10歳の記憶がそうさせてるんですかね。そうでしょうね。体験っていうのは本当にいろんなことをさせますね。もう心に傷を負うのはもちろんですが、それに対応しなきゃって思いますね。今、まあ、何かあったら逃げろというふうにも言われておりますけれども、まあ逃げてまずは生き延びて、あとそのどうするかということです、はい、どうやって生き延びるかっていうと、まあ、水、電気、食料といったようなことになるんじゃないでしょうかね。そうですね。そのために発電機を置いてらっしゃるんですね、はい。20年前のものも今もう持って正常に動くんですね。動くんですね。定期的になんかチェックしてらっしゃるんですか？はい、はい、そうなんですね。他にはいかがですか？他にはね、まあ、家の中からその木のまま飛び出したという記憶があるもんですから、はい、もう木のまま飛び出しても家の外に置いてあればね、いろんな大事なものがいいので、はい、外に小さい犬小屋くらいのそのこう箱というか倉庫というか戸棚を置きました。その中にいろんな防災グッズ、非常食だとか水だとか、とりあえずの洋服だとか、そんなものをこう入れて置いてあります。すごいですね。お家の中の一箇所に置いておくっていうのは皆さんやってらっしゃると思うんですが、お家の中ではなくって外に逃げた経験から外に倉庫があるんですね。でもね、そんな中からね、なんか背負って出るなんて余裕はないですよ。そうですね、枕元に置いといても難しいですか、はいはい。
大体はまあ、出てから気がつくんじゃないでしょうかね。とにかくまず自分が助かればです。そうですね。30秒って言われてますからね。地震が起きて揺れて30秒、はい、でその間命が助かればまあなんとかなんだろうという、30秒の間に潰れてしまえばまあアウトですね。自分の命を守るためにまずは30秒すぐ行動する、はい、そうですね。その後備えているものを外で手に入れるというのは、はいはい、それは理にかなってますね。そう思っておりますけれどもね、市の施設ではねそういった備蓄房がいろんなところにあります、はい、そういう要領ですよね。でもそれは最低半日とかね、最低半日でしょうね、稼働始めるのはね。すぐにはその役に立ちませんもん、自分で何かしなければ。それを個人的に持ってらっしゃるわけですもんね、はい、鈴木さんは、はい、なんか その中にはじゃ定期的に点検をしたりしたものが置いてあるんですか。そうですね、非常食なんかはね食べないと古くなりますからね。そうですね、賞味期限ありますよね、はいはい、だけどねあれ割合うまいんですよ。わかります、はい、私もうちにストックしてあるんですが、でもうちの中だからな、ちょっと今考えなきゃいけないなと思っております。その、備蓄してある食べ物が賞味期限が来たら、あ、無事に済んだなと思って食べてます。そうですね、それがいいですね。本当にこれが 役に立たなくてよかったなとそう思うんですね。そうですね、そうですね。それが非常食もだん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 美味しくなってバリエーションも増えてきましたもんね。そうですね、うん、だけどまだその新しいのはあんまりで入れてないんです。かな反省してます。お互いいろいろ話を聞きながら反省をしておりますが、はい、どんなものが備蓄されてます。食べ物はいかがですか。食べ物ね、前のその感じでそのいわゆるレトルト食品ですね、水に入れたりあるいはその温めたりすれば食べられるといったようなものを一生懸命貯めていたんですけれども、この頃ではその外で実際に火を使うこともできるようなそういったような装備といいますか、そういうものも出てきたもんですから、でそういうものを取り入れなくちゃいけないなと思ってます。冬なんかやっぱり冷たい水で食べるのも辛いだろうなと思いますしね、じゃあ火にかけて食べられるようなものも入れておいた方がいいかな、はい、ということですか、はいはい、そのくらいの余裕は出てくるんじゃないかなと思ってます。うーん、三河地震の時冬でしたから寒かったですもんね。まあなんか地震というとね寒いものだっていうそれがまずありますね。実際には真夏の真っ最中に起きたりするんでしょうけれどもね、でもいつ来るかはわからないですしね、はい、東日本大震災も4年前の3月11日ですが、東北地方はまだまだ本当に寒かったですしね。そうですね、その時の映像などを見ますと本当に苦労されていたことをお気の毒に思っております。自分が三河地震を体験したことが蘇りましたか。そうですね、あれはまたあまりにこの被害が大きすぎて、そうでしたね、自分の実際のその夜中の記憶と直接に結びつくといったようなことはありませんでした。ただ呆然と眺めているっていうことしかできませんでした。そうですね、被害が本当に大きかったですもんね。まだまだ仮設住宅で生活をされている方もたくさんいらっしゃいます。そのために私たちもいつ地震が起きてもいいように備えだけはしておかないといけませんね。そう思います。で、あの方たちがいつもね風化してはいけないと風化を恐れておられますけれども、そういうことも本当に大事だと思います。三河地震の記憶も風化しないようにというのがね私の願いなんですけれどもね、鈴木さん、いろんな世代に伝えてっていただけませんか。そうですね、これから私のすることはそういうことも大事なことだと思っております。そうですね、地震がいかに恐ろしいか、そのために自分たちはどんな備えをしておくべきかっていうのはこれからの世代につなげていかなければいけない事柄なんじゃないかなと思います。鈴木さんがなさっている三ヶ根通信ボランティアの活動もこれからいろんな有志の方に参加していただけるといいですね。そうですね、もっと仲間が増えると嬉しいですね。年齢層どれぐらいの方々なんですか。これ中高年齢が多いんですね。もう少し若い人たちが来るといいなと願っております。今アマチュア無線若い方やられますかね。アマ
まりやられないんでね、これが残念なんですけどね、はい、ぜひ皆様あの興味のある方はアマチュア無線、ちょっと手にしてみるといいのではないかなと思います。今日はいろんなお話を聞かせていただきました。鈴木和夫さん、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。三ヶ根通信ボランティアで蒲郡線応援団でもいらっしゃいます鈴木和夫さんでした。ありがとうございました。